雷雲が発生しかかっているようです。では今夜これからのお天気です。マークは全部曇りなんですが、今夜もですね、ところどころでにわか雨や雲によると雷雨の恐れがあります。目先一番心配なのが埼玉県内ということで、その他の各地もお天気急変ご注意ください。そして明日になると一段と不安定なお天気となります。北部はお昼頃から雨で激しい雷雨となるところも多いでしょう。南部の方も午後は変わりやすい。エレベーターで来る。ところでにわか雨や雷雨がありそうです。いいね。場所によっては晴れ間も出るかもしれません。変わりやすいお天気です。雨の降る確率、やはり黄色いところが多くなります。北関東は午後から 50%、 南部も 40% から 50% で、東京も午後は 50% の時間帯があります。明日は雨具があった方がいいでしょう。明日朝の最低気温です。またじわりと気温が上がって、多くのところで25度以上、熱帯夜となりそうですね。今夜も寝苦しい状態続きます。そして明日最高気温、だいたい今日と同じぐらいで31度から33度くらい、猛暑という感じではないんですが、湿気が多く非常に蒸し暑いでしょう。ですから気温がですね、33度ぐらいなんですが、明日は南関東ほとんどのところで運動原則禁止、また北関東も厳重警戒となっています。激しい運動などはなるべく避けるようにしてください。週間予報です。東京はあさって土曜日も傘マーク、そして日曜日晴れマークがあるんですが、どうも週末にかけては非常に変わりやすいお天気続くでしょう。残暑も続きそうです。今夜も雷にご注意ください。お天気でした。速報です。福島第一原発で新たに2つの汚染水貯蔵タンクで放射線量が高い場所があることが分かりました。東京電力は汚染水漏れを受けて同じ構造のタンクの目視検査を行っていました。目視点検を行っていましたが、その結果別の場所にある2つのタンクの底のつなぎ目で1時間あたり100ミリシーベルトと70ミリシーベルトの非常に高い放射線量が測定されたということです。経済情報やや円安傾向です。鎌田さん、また来週です。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。